はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今回はモデルさんのみーさんに登場してもらってます。今日はよろしくお願いします。はい、ということで今回は女性向けの前髪スタイリングカーラーのご紹介になります。その名も S 字前髪カーラーになります。女性向けのねスタイリングカーラーということでこんな感じです。こんなカーラー見たことあります？あんまり見たことない。あんまないですよね、はい、形が普通だったらこう丸だけのこうカーラーなんですけど、これ開いて今回はこれ挟んでスタイリングしていくっていう感じです。これを使ってもうみーさん実際に前髪のスタイリングを今日はやっていただきます。でやることによって前髪のスタイリングがこう立ち上がってこう S 字っぽい前髪になりますので、こういったねあの前髪のスタイリング結構難しいじゃないですか。そうです、うまくできないって方が結構多いと思うんですけど、このカーラーを使えばしっかり前髪も立ち上がって S 字の前髪がしっかりとできるようになりますので、ぜひ皆さん参考になさってください。それでは動画をどうぞ。前髪は黒目幅で分け取っていきます。前髪は斜め上に引き出していきます。カーラーを指で開いて前髪の中間あたりで挟んでいきます。カーラーを毛先に向かって滑らせて内側に向かって巻きつけていきます。5分放置したら外していきます。クリップを緩めながら後ろに向かって外していきます。前髪を整えていきます。前髪に立ち上がりが出て S 字カールが出てきます。はい、ということでこんな感じでみーさんにスタイリングしていただきました。実際使ってみてどうでした？クリップもついてるし、うん、大きかったので入りました。結構ね、こう挟んで片手でできるみたいな感じですよね。そうですね、このクリップがあることによって自分で片手でも上手になっているというか。よかったですということで前髪のこうスタイリングでお困りの方ぜひ皆さんやってみてください。で、この S 字前髪カーラーの詳細は概要欄にまた URL を貼っておきますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。